敬老君。はい、会長。有志の会の北上敬老といいます。今日は永原、参考人、そして堀木参考人には大変明快な、ご説明をいただきまして、まあ、現場に基づくお話を聞かせていただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。また画期的というかですね、この国民投票法の105条においてあるその投票日の前の2週間前までは、広告は出すけれども、その後は、禁止するということを、私の聞いているのが確かであればですね、それひっくり返すような主張をされたというふうに思いますので、これについて、伺いたいと思いますけど、要はインターネットがだんだん、影響力を増してきて、さまざまな偽情報というものが氾濫をしていくと、そういう中でむしろ、その自主規制とか、そしてある程度の良識を持ってですね、あるいは公平性、公正性の感覚を持って、規制ができる、主流の、皆さんのような報道機関というものが、その禁止するんじゃなくて、より情報をたくさん、出した方が、言論の市場がより有効に機能すると、こういう理解でよろしいんでしょうか。永原参考人。はい、基本的に先生の言われる通り、なるべく多くの情報に国民が接するようにしていた方が、やはり国民が判断できるようにするというのが大事じゃないかと。私たち105条をもう今どうこうしてくれって言ってるわけではないので、そこは誤解していただきたくないんですが、105条を考えることが180日間全部禁止することにすれば、おそらくもっと混乱するんじゃないかと思うものですので、こういう提起をさせていただいたわけで、基本的に国民が受け取る情報の総量は多ければ多い方がいいという考えに立っております。北上君。あとそれに関連してですね、量をたくさん出すというのは、実は私も前回、国民投票広報協議会にもっと予算をつけてですね、いわゆる一応その国民の代表である政党の関係者が構成しているこの機関でね、どんどん情報を発信すべきだという話もしたんですが、それ一つと、もう一つはですね、事後的に、そういう偽情報、あまりにもその事実に、事実で例えば数字がね、おかしいとか、こういう客観的なものですね、この表現の自由があるのは微妙なんですけれども、そういったことに対して事後的に、事実確認をするような、そういう役割も果たすべきじゃないかなと私は思っているんですが、例えばですね、フランスの大統領選で、クロスチェックという、これ確かインターネットのサイトでもあったんですが、そういうインターネットでの偽情報について、事実はこうですよということを示した、そういった取り組みがあったというふうに聞いていますが、こういったことについてはお考えはどうでしょうか。永原参考人。インターネットの世界で先ほどご紹介させていただいたファクトチェックイニシアチブのようなですね、そういう取り組みもなされているので、先生の言われたのは そういうイメージなのかなというふうに思って伺いました。放送事業者はですね、やはりかなりなるべくそのフェイクなものを載せないように、例えば熊本の地震の時にライオンが檻から逃げ出したみたいなフェイクなのがバッと SNS で拡散したんですけれども、そういうものはやはり我々が放送してしまったら大変な混乱を起こしてしまいます。だから相当自分たちの事業者の中でのチェックというところを報道も、それから広告の場合は CM 交差というんですが、かなり相当厳密にやってるんですね。ですのでインターネットの方のファクトチェックのようなクロスチェックみたいなこととはおそらくちょっと違うのかなと思いながら伺いましたが、インターネットの場合はそういう取り組みもなさっているので、ある部分先生の言われることもあるのかなと思いました。北上君。ホスト事業者の話もおっしゃったんですが、私が申し上げているのは国民投票広報協議会で、ある意味でその権威のあるというか一応信用されているはずの、政党の代表が構成しているところで、そういう事実確認というものを
できるだけ大量に宣伝をするというか、いう考えなんですけどね、そのホスト事業者じゃなくて。永原参考人、やはりあの国民投票広報協議会というのは立法府なもんですので、立法府がそこまでするということがですね、やはりちょっとメディアのに身を置くものとしてはやっぱりちょっとそれは怖いなっていうのが一番思うことです。そのあと具体的にどうやってやるんだろうと、うん、それだけのあの実際あのおそらく衆議院事務局だと思うんですが、事務局にそんな機能をあの持つこともまず難しいと思いますが、持たせることもあの芳しくないなというふうに個人的には思います。まあ、一応ですね、あの先ほど申し上げたようにフランスの大統領選ではね、ちょっとどの機関がやってたか分かりませんが、まあ、一応その多分政府のお墨付きなのか立法府のお墨付きなのか分かりませんが、まあ、そういうクロスチェックというサイトを作って、まあ、やってたという例があったんでね、ちょっとそれをお聞きしたいということでした。あともう一点、これはね、あの、今までの今の105条の関係で言えば、2週間前はあのいわゆる政党の広告は禁止すると。でその後は選挙中、選挙の投票日まではあの意見表明、私は賛成ですとか、反対ですとか、こういう、著名人のそういったものは自由に、載せると、まあ、あの自主規制されているというのはよく分かっているんですが、一応法律上は、そういう構成になっているんですが、あのもしね、あの先ほどのお話、戦場的なもの、とかを、あるいはその理性よりも感覚に訴えるようなものをね、ある程度抑えるのが、この法律の趣旨であるならばですね、むしろこのなんかあのスポーツ選手とか、芸能人とかね、こう国民に人気のある人たちが意見表明する方が、なんか そっちの方に、なあの戦場的というか感覚的なものに訴える可能性が高いと思うんですけど、それについてお考えはどうでしょうか。堀木参考人、はい、あのこのガイドラインの中で、この3ページですね、この CM 内容というところもございます。で、この12番で視聴者の心情に過度に訴えかけることにより冷静な判断を、損なわせたり、事実と異なる印象を与えると細いと判断するシーンを取り扱わないとあります。あの明示的に書いてないんですけれども、例えばタレントさんを使ったりとかいうことも、実はタレントを使ってはいけないというわけではないんですが、あのこういったあの視聴者の心情で過度に訴えかけることになるのかどうかということも、これはあの放送事業者の方で慎重に判断をするということにしておりますので、今先生のご指摘もこの中にも包含されているものというふうに考えております。北上君、はい、ありがとうございます。あと、まあ、これ私も最後の質問者なんで、だんだん質問全部取られちゃったんでね、あんまりあの言うことなくなれた、なくなったんですけど、あえてもう一点だけ、申し上げますと、何言うかな、いわゆる、ホスト事業者ですね、これホスト事業者、Facebook とか、Twitter とか、まあ、YouTube とかね、こういったところはあのかなりおっしゃるように、例えばコロナでも、まあ、それなりに、あまりにもおかしなものは多分消したりしてますよね。だからそういった取り組みがありますけれども、あの やはり、まあ、そういうことを国から、ね、こう要請するというのは難しいと思いますけれども、ある意味ではその皆さんにと一緒にこう連携しているようにですね、まあ、そういった、事業者に対して、まあ、ホスト事業者に対して、その自主規制というかですね、そういったことを、まあ、協力をあのお願いするということは現実的に可能でしょうかね。永原参考人、すいません、やはりこれはプラットフォーマーの話なので、私が答えるのはやっぱりちょっと適切ではないなと思いながら、ただおそらくそれぞれみんな悩みながら相当かなり厳格にやってると思うんですね。でそこに国が、まあ、立法府が、言われるっていうのは、逆にそのことがきっかけとなって、立法府がそのインターネットの自由空間に対して、やはりあの SNS とかもですね、あのデメリットの話ばっかりちょっとされますけれども、これによってメリットだって明らかにあるわけですね。例えばあの、コロナで給食が中止になって、そのことによってあの玉ねぎが全部腐らせてしまう、
それを SNS で発信した2日で亡くなったというふうに小野先生がちょうど熊本での話だったので、そういう記事も読みましたけども、あまり規制ありきで議論すると相当事業者を萎縮させてしまうんじゃないかということの方がやや怖いので、ここはやはり事業者の取り組みに委ねられた方がよろしいのではないかなというのが個人的に、ただこれ自分が言うことではないので、ぜひ事業者に聞いていただければと思います。北上君、はい、以上で終わります。ありがとうございました。これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。参考人各位におかれましては、貴重なご意見をお述べいただきありがとうございました。憲法審査会を代表して心からお礼を申し上げます。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。